Thank you.
客引き犯罪者に対する苦情。桜撮ってますよ。東京スカイツリー前、見頃を迎えていたのは早咲きの桜として知られる河津桜です。この先の天候はどうなるのか。気象庁は今日、今年の春と夏の長期の斉田さんとお伝えします。はい、斉田さん、こちらが今日気象庁が発表した長期予報ですけれども、まずということで、夏の太平洋高気圧の西への吹き出しが強まることになります。日本付近には高気圧、去年の東京は2ヶ月以上も30度以上の真夏日が続きました。同じような暑さになっても、はい、今日は 23.7 度まで上がって午後雨の恐れもあります。暖かく湿った空気の影響、木が混じる可能性があります。雪ですか、本当に寒暖差激しい。沖縄奄美で平年並みか多い予想になっています。韓国では去年12月、徴用をめぐる裁判で北知事、ただ2人だけでは到底十分とは言えないとして、引き続き他の安倍派幹部らの出席を求めていくことで一致しました。
先月に発生した能登半島地震の避難所を訪れ、サプライズで炊き出しに参加しました。いまだ被害の爪痕が残る石川県輪島市。登場しました。ミーシャさん、先月もライブ終演後に避難所を訪れていました。最後まで見てから死んだと。最後まで見たミーシャ。あえて嬉しいんだと思って。アーティストとしてのドラマが開いて、まあ、復興のお手伝いができたらいいなと思いますし、現地の方と何が今何かがあったこの中でしょ。7年ぶりに公開されるシリーズ第の進化を遂げます。そして主人公の海藤部類役の声優に伊達の家の小福亭鶴瓶さん、妻のルーシー役の方で禁じられています。公職選挙法に抵触する恐れもある行動を、梅谷議員は軽率だったと配ったことを認めていて、その理由については私は大会をされたイベントに対する対価としての意識です。おととし75歳以上の高齢者が運転する車やバイクで起きた死亡事故は379件。これは死亡最高を更新しています。後を絶たない高齢ドライバー返納っていう選択肢もあるのかなとは思います。今までの実践プランが明らかにされました。彼は50打席あれば
Thank you.